ほんとにヒ部ノの今日はお布団から出てないマジで布団から出てないほんとにねずっとお布団の中で、ね、生活してますやばいよねマリカか愛すぎる本当に本当に布団から出てないよでも部屋の <laughs> 布団から出てないよカッチーこんばんはだからすっぴんのピンのピンはそうすっぴんでーす化粧してない 何も化粧してない。本当に布団から出てない <laughs>。情報技術検査、ハートありがとう。トムさん、ヒのすスピンでも書いたのに。ありがとうレッチ。スマッチさん、流れ星ありがとう。光のルともにオさん、前スピンでも走ってたで、うんしてたよ。トムさん、布団の上って食べてるえ、まだ何も食べてない。お布団の上に <laughs>。お布団の上で生活してます。でも本当に、あの生活はできてますよ、ちゃんと。 高城くんやっほーこんばんはつまちゃんの流れ星ありがとうまるしさんは透してたそう透明してました本当にお布団から出てない <laughs> 本当に今日一日マジでびっくりするぐらい布団から出てないんですけどどうしたらいいですか <coughs> ああひろぽんさんこんばんは見に来てくれてありがとうああとか言わないでほしいのであの咳をした後に <laughs> 母さんニートですかはい本当にもうニートみたいな感じでお,お家の中で もう本当に布団から出てないんですけど、どうしたらいいあの、ワンチャンニート。ワンチャンニートかも。ワンチャンニートのだけなのです。ナルセさん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。カチポポキャンディーありがとう。ポポジェさん、枕周辺のものも何もかも全部言ってるか。そうですよくわかりで。本当にだから、本当に布団から出なくても生活できてる、今。本当に良くないんですけど。 マジで布団から出ずに生活してますたくやかのペンダってありがとう貧乏ぐささんこんばんは見に来てくれてありがとうたくや今日はゆっくりできたかそうゆっくりできてますゆっくりできましたゆっくりできましたともさん明日は君セレ、えー、君セレ新体制初めまして本当会いに来てくれるのありがとう嬉しいぜひ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 遊びに来てね頑張って見つけますのでありがとうね あえるのの楽ししみにしてます布団の上でくれそうなんです、本当に布団の上から出られなくて、本当にずっと布団の中にこもって、もう本当に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 、ゴロゴロしております、一日中。そうなんか寝て、起きて、あのコメントをかあの返ししお返ししてみたいな感じの生活をずっとしておりました。おお、すごいじゃん、外。 今日はね、ツイッターでリップ編をしてたんですよ。リップ編をしてたんですね。だから、それをするか、寝るか、ットテ TikTok とか YouTube とか見るかっていう生活をしてました。しらくなんで寝ての生活は楽しいそう、本当に幸せ。結構今幸せ生活。結構、結構本当に、ニーたみたい。ニーたみたいな生活をしております。 久しぶりにこんなニート生活をしております出ましたからちゃんとちゃんと外出るのでんナルセさんあっありがとうトマさんあさっきこれやったかキクさんこんばんは見に来てくれたありがとう光太郎と森吉さん食べ物の匂いでおびきをすれば布団が出てきましたお腹空いてたら出るかもしれないでもなんか今日はまだお腹が空いてる気分ではない <laughs> から全然おそから出ないかもお外じゃないお布団からマリシンさんでもえっ、ー、とエクセホラーさんにコメント書かせてたよ、ね、ありがとうねスノーああスノーさんなのあなたあなたスノーさんだったのありがとねコメントしてくれてそうです今日はリップ編しました全部返そうと思ってリップ編しましたお母さんお腹好き好きなかですねまだ何も食べてないのラーメン 何でもあそのラーメンでもちょっと控えるんだっけたく <coughs> さん食べなさい本当にさなんかさしゃべ本当におフトーから出てなくて喋ってなかったの本当にあの声帯を動かしてなさすぎて喋ったら咳が出るんですけど<笑><笑>大丈夫かな受けるウケるウケていきますね起きて来て待ってるからね来てよ来てくれないの り何かったなそうえなんかこれカッチーかな誰だろうって思ったのであのインスタをまず見に行ったのねでインスタの,あ,のあれあるじゃないかあの <coughs> んなんかそのさなんていうのあれひアノやったら見えアンダーバーヒのエノトみたいなああいうなんか英語と数字とみたいな並んだやつあるやんそれでなんかあの同じような感じやったからあこれカッチーやと思って。 判断しました <laughs> よかったって言ってでも合ってたでしょ母さんポポキャンディーありがとうシローこんばんは見に来てくれてありがとうすごいじゃん大丈夫外 はいちゃんと切れましたよ。サイレンとかも特定につながるから音声記録もいるねって言われたからちゃんと切った。えら<偉>いえら <laughs> いちゃんと切った。高い長い場所ありがとう。猫八さん外いい天気だったのにあ今日いい天気だったんだ。お布団から出てなさすぎて気づかなかった <laughs> 本。本当に本当にお休みの日は本当にお家から出なくてすごいお布団から出なくてずっとゴロゴロしてるんですよ。 うトマさん明日でびっくりさせるか事前に言うか悩んだけどええー、ほに会いに来てくれて嬉しいありがとうね嬉しいですでも事前に言ってくれたらちゃんと見つけようと思って見つけられるのでありがとうね野良猫さんこんばんはヤッホー見に来てくれてありがとうお母さん立派編集中力すごいってなりましたそう全部全部ね返事お返事したの全部お返事した皆さん送ってくれた方ありがとうございます 全部お返事したそうだからそんなにあのあれなのあのなんていうのに,にニート生活っていうか本日今日1日ニート生活だったんですけどニート生活じゃない気持ちです <laughs> ニート生活じゃない気持ちで生きてますのだひなのはカラタンとも皆さんラーメンの匂いならすぐ出てきそうお腹空いてたら出るかも 今日はお腹がまだ空いてない本当にな多分何も活動してないからだと思う <laughs> 活動してたらお腹が空くかもしれないけど活動してないからお腹が空いてないんだと思うのなの今 <laughs> そういうことえー、っとなんか今日も2食健康偉いじゃん2食もご飯食べてちゃんとご飯食べて偉い早寝早起きご飯しっかり食べなさい サラダチキン作ってるよエロえ自分で自作自作チキン自作サラダチキンってことそんなん作れるのすごく似合えめっちゃ健康やん。偉い。健康生活じゃん。野良猫さん。ひなのちゃん。ひなのちゃんです。ひなのちゃんですよ。ヤッホー、野良猫さん。たくやマシュマロありがとう。マリカ行くに決まってる。わーいやった来てね、絶対に。ありがとう。 ガレンと,のともりあしさんポポキャンディーありがとう。マリシンさん近くで家事もうこんな何なんだろうね。ピンクカメラさんこんばんは。見に来てくれてありがとう。高カシくさすがにこれは仕方ないね。そうでもちゃんと高カシがくの音を消しなさいみたいな消す子もいるよって言ってくれたから消した今。えらいでしょえらいすぎるでしょえらいでしょひなた。えらいでしょピンクカメラさんマシュマロありがとう。 こって始めまして夏までリポ送ったらインスタから特定されたのかそうだよ <laughs> そうだよなんかあのワーみたいな数でなんかあのあアットマークがカッチーだったからうんこれカッチーじゃねと思ってでも違ったら気まずいからあの特定しに行った <laughs> 特定班で死んじゃった特定しに行きました Y K さんこんばんは見に来てくれてありがとうでこんばんはリプありがとうでしたありがとうね送ってくれてこんばんは さすすがっちょーっちょっちょ偉いっちょー猫、ね、ちゃさんラジオだったフリーズかミっトか区別つかなくて焦ったごめんやんごめんやんごめんやん止めますってじゃあちゃんと言うね言うねちゃんとマイカリプやうれしかったありがとうね送ってくれた嬉しい全員返しました PPM さんこんばんは見に来てくれてありがとう野良猫さんリップしてねしてくれたね また来てねーみたいな送ったでしょヘアの <laughs> また来てねお母さん,母さん30人くらいしかい,いないいいねしてくれた人,人に一言をすら全部やったことないよそうなのそうなのそうなのでもヘんちゃん全部全部返そうと思って今日は全部返すんだみたいな気持ちでそうだからニートの日しかできなかったの <laughs> だから今日はニートの日だったからしたのニートの日しかできないじゃんこういうなんかさ全部返すみたいなのができないかな 全部返そうと思ってニートの日にしたそうだからお布団から出てないのだからこれは許されるですよこのお布団から出てないニートは許してあらねさんハートありがとうたくやはたありがとうたかしろくアプリが落ちたなぜなんでなんでなんでバグってたのかたまさん明日秋葉原のレールか秋葉原え1本目の方来てくれるのありがとうね見つけますわよ なっひなのこんばんはひなのお姉ちゃんやっほーなちゃん見に来てくれてありがとうたこやかなペンライトありがとう母さんサラダチキン放置するだけでできるからめちゃくちゃ楽やすいしマジ放置するだけでできるのガチガチちょっとそれひなのちゃんもやんちゃんも作ってみようかなそんな簡単なんちょっと作り方見せてや見せてやうける教えてやとからえらいえらいでしょ えらいでしょひなたはえらい子なんですよ <laughs> 白目がねこんばんは見に来てくれてありがとうたくやはたありがとう大樹最高の日だねえ今日今日何日ほんあ ?3 月1月十そうなのかそうなのか3月15日今日最高の日らしい最高ということで最高ですねひなのちゃんはいつもね <laughs> 最高な,1日にしようなでもお屋のなからリップ編が来たのでみんな最高な一日になったでしょなってないのなったって言いなさいえっと「ベルスよたく仕事頑張ってきたからねえらいねお仕事頑張ってありがとうね許してくれてグランこんばんは見に来てくれてありがとう!」。 明日秋葉原かせんなら秋葉原で予約するかそう秋葉原で明日明日1本目が秋葉原で2本目が横浜です横浜です秋葉原と横浜ぜひ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 遊びに来てください皆様大樹はとありがとう最高最高な一日です こっちちなみに腰はほぼ良くなりましたご心配かけしましたあ本ほんとかった良かった良かったお大事にしてくださいゆっくりゆっくり休んで悪化させないでね <laughs> 大気なりましたなりましたか良かったですなりまして良かったなりまして良かったですわよよかったねなんかさツイートしてたもんななんか届っかん みたいなメールがみたいななんか言ってなかっただから声聞けてるから最高最高やっぱり今日は最高な一日ってことだねさあひなちゃんお水のもっとよいしょ今日もお水を飲んでおりますのだひなのほんとにほんとにね,こね布団の手が届く距離に全てが置いてあるのだひなのはほんとにね一日ゆっくりしようと思って。 置いてあるののらなのほんとにね一日ゆっくりしようと思って <laughs> えねえねえねちょ待ってあ動いて動いて動いて「シャ」「シャ」とか言っちゃってえ固まってたやろやっぱりミュートかなんてほら固まってたさっきと呼んでたのに <laughs> 待っって、てどから聞けない待ってどっから聞けてない ぐるぐるしてたガチちょっとどっから聞けてない部屋のえっ部屋のは何の話をしてさ終わってた今困る困る <laughs> 困る一生懸命一人でコメント読んでたのにさつまっ,ってお水からお水おみおみお水部屋のはいつのタイミングで水を飲んだんだあれ 水飲んで止まったえ部屋のがさ宿敵届いてのやつは読んだ声聞けてるから最高は読んだ手の届くあたり部屋のいつのタイミングで水飲んだんやまあ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 ちょっ結構前の方から読み直しましょうまったくえ腰ほぼ良くなりましたは読んだやろ え、聞いてるよ。ここ聞いた。ここ聞いたよな。<laughs> 宿敵の読んでくれてた。ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあしくてきしくてき。あ、しかめっ面で動いてないそう。今日はしかめっ面ってからやないで。ぐらい。今日はラジオです。なんでかって言うとお布団から出てないからです。<laughs> 何もしてないからです。 なちゃん、最高最強のアイドルさんやなそうです私は最高最強のアイドルちゃんですいやあのお姉さんは最強最高ですのでお二回しそう二回しです明日は二回しですわよ明日は頑張ります秋葉原と横浜です,両方行きます、ね、ありがとう来てね待ってますね見つけますありがとうだかそうそうメール自体来てなかったねなんでやろうね ごめんね聞いてみようか部屋のスタッフさんにでもメールは来てないけど届いたってことやな傘 <laughs> ましいニートそうニート <laughs> そうニート本当に最高最高今日1日は結構最高な1日でした ちゃん正しいお休みの日のスタイルそうだよ正しいお休みの日スタイルですよやっぱりゆっくり休むことが私は大事だと思うんですね本当に皆さんもちゃんと休むべきですので皆さんも休んでくださいちなみに11日連続おお11日連続えらいすごいじゃんひなたんすごいじゃん時毎日頑張って生きててえらいよ頑張って生きるよ頑張って頑張って頑張る頑張って 人間とととしててちゃんと生きようと思ってるぐるぐるお水からお水のテロ届くとこにあるとこ水飲んで止まったすみません本当に <laughs> 今度は本当にふり去ったか。はい。ちょっとなんかさあのこのさアカウントっていうかさみんなのさキャラクターみたいなのがさ普段揺れてるやんいやなんか揺れてへんなと思ったんよそしたらなんかコメントも固まってたから なんだとと思ってまさかと思って w i フ f i を一度切ったら復活した「野良猫さんマシュマロありがとう」全 <laughs> く困るねほんとに固まって野良猫さん顔がずっとこってそう今日はもうほんとにお布団から出てなくてほんとに何もできてないからラジオにしましたほんとに今日何もできてないのほんとにねお布団お布団でニートしてた 幸せ高橋友達のおじの生誕だなおし,しってことかねえ死ぬって友達の推しをおじって打ち間違えたのウケるおしさんの生誕なの楽しんできてる、ね、え行くのならねこ今仕事がいいですお疲れお仕事えらいね頑張って気をつけてお家にお帰りなさいお帰りなさいウケる帰ってね こっちこの団地は自分と家の車のメンテナンスでメンテナンスえらいね洗車とかするってことでしょえらいね頑張ってるね本当にみんなは頑張って生きてるのに関わらず野田ひなのはお布団の中でゴロゴロして <laughs> 本当にでも今日だけだからね今日だけだからね仕事休みで鉄道博物館に朝から夕方まであずっといたの楽しかった よかったねなんかおそばみたいなもん食べてたやろ。ってか毎回新11日えらちい11日も頑張ってるえらいひなたんひなたんえらい会社メガネ探してたら半日潰れましたメガネ探してたの花粉症用のメガネとかってこと 前髪ありますかい,いえ、ありませんピンで留めておりますすべてピンで留めておりますよす <laughs> べてピンで留めてのだひなのの,の,なんていうのもすごく楽な感じになっております本当にね、もうね前髪も全部ないしすごいパジャマも本当にだるぎだしすごい楽な楽な人生を生きております、のだひなのダミチンこんばんはありがとう ダンデジュンさん、初見さん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。みちフリーズしてるやんそ、今日はラジオだよ。今日はラジオにした。たしいけな明日君知らがのあっ、そういうこと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 ,そういうことあ友達の推しさんなのそうなのフラドラさん最近日曜日におかしい,いな。部屋もおかし作りたいな。 でもこの東京のうちにあれなんですよあの何ですかオーブンがありませんのありませんのとか言っちゃってだからいろいろ作れない実家だったらあるんですけどねこの家うちにはオーブンがないんですよだからたまにはいいじゃないか日なのにそういう日があってもそう本当にルンルンです今日はもう最高お布団から絶対出ないんだもーんって決めて生活してる <laughs> 幸せ やっぱ布団の中が一番幸せいや普通に起きたら見当たらなくてゆうゆう探しましたえ出会ったんですかそれはなんで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 なかったのどこやっちゃったの白眼鏡メガネって言われきら聞くと反応してしまう白眼鏡だもんね君 <laughs> 白眼鏡だもんねともさんパジャマそうパジャマもうめちゃくちゃだるぎめちゃくちゃだるぎ カっち、野良猫さんと行かずに、とい,い、ええー、白眼鏡とい,い、みんな部屋のさ、好きね。かチちとい,い、自分とい,いが入ってないですけど、それはどういうことですか。それはどういうことですか。でもみんな、ひあちゃんのこと、好きで偉いね。高城く自分とも友達とはあそこの会話にまたくって。あ、そうなん。全然知らんかった。そうなんやん。カじゃ、なぜかカバンの中にあってました。なんで。なんでなの? <laughs> ななの。なんでなのなんでなの。 なんか買いすぎ会本当にかわいいですよひなたんかわいいでちょーだっけ今日はいいひなのーやねそうだよ今日はいいひなのー <laughs> 幸せないいひなのーだよ本当にねだって引きこもり宣伝宣言ですよ、うん、引きこもりができるならば一生引きこもりたいほど引きこもり最高って思ってます私は <laughs> だからでも頑張ってでもちゃんとお外も出るし ちゃんと生活もするんですけど本当にオフの日はニートする引きこもり宣言ですたみちんこたつも最高ですいいな部屋のこたつないんですよねこたつを欲しいんですけどそうこたつがないんですよそう実家には自分の部屋にこたつを買ったんですけどこの東京の我が家はおしゃれな机を選んでしまったものでこたつがないの悲しい まさん寝ちゃうしい多分寝ないはずでももうちょっとおねむだから今日は早く寝ようと思ういっぱい寝とるにもかかわらずまだまだ眠いんですけどなでなんだろうでも私思うんですよいっぱい寝た日の方が眠いって思わないですかそんなことないなんだっけ?「ランタンさんこんばんは見に来てくれてありがとうカチワらわらラひ,ひなこひなのしかそうだよひなこひなのしかだからね」 ひなこひひななちゃんだからねひなことひなのちゃんは最強さんなので <laughs> 分かんない寝落ちして布団にあったカバンどかした記憶あるからその時に入れたのかもどういうこと布団にあったカバンあもう帰ってきてそのままカバンごと布団にゴーンって寝たってことそういうことそういうことですかなんか疲れてるんだよ寝なさい <laughs> 疲れてるんだよそれちゃんと寝てるのとみちゃんおしゃれ部屋なんかそうおしゃれ部屋にしたかったようんおしおしゃれ部屋にしようと思ったのちょっとはちょっとは思ったちょっとは思ったんですけど 思ったんですけどまあまあまあ普通の部屋になりましたでも一個一個はすごいね可愛い,いんだよちゃんとだってヒアノの,の机ガラスだしかっこよくねガラスの机ってナイちゃんお姉ちゃんお休みだとちょっと幼稚化幼体化幼児化する幼稚化するかえピアノはいつもちゃんとちゃんとしたお姉さんですよヒアノも今お姉さんですお姉さんですよ 白くこたつで猫とのんびりする幸せいいなあ部屋のもこたつで猫たんとのんびりしたいでも部屋のは今お布団で一人でのんびりしてるのそれも別に幸せだし悲しい悲しいけどこってこたつでぬくぬくしてるし横で猫が寝てるなあみんなそんなこたつで幸せな生活してるのずるいんですけどうらやましいです部屋のも部屋のにもこたつを貸してください なんかめちゃくちゃわかるでしょわかるでしょ最高でしょ大き昨日早く寝たから今日はなかなか寝れん気がする寝なさい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 寝なきゃダメだよちゃんと寝てカコケ雑魚カコケでもおしゃれだよ多分ねちゃんとちゃんと片付けたらおしゃれなんじゃないかなでもそうだよね多分でも女の子っぽい部屋ってあの誰誰がでかいたんだかな 誰,誰やったかが言ってくれたら確かでもちょちゃんとからつけたらた分可愛いいよちゃんとミュートフリーズミュートあれまたぐるぐる今度はミュートそうミュートミュートしたちゃんとちゃんとかちゃんと消したえらいだろえらいだろって書いてあんたさえお部屋飛行機のためのラジオえ今日は本当にお布団から出てないからラジオ ほんとにお布団から出てないお母さんガラスの机うらやましいえい,いいでしょあのねおしゃれなんですよあのねかわいいのこの机ねだからこのいつもあの机でチェキを書いてるんですけどガラスなのであのー、あれで書いてポスカで書いてしまったとしても消えるんですよ結構それさ優秀じゃない結構優秀な机なんですよ私の机。 ガラスの扱いおしゃれですね本当にね本当にねちょっとおしゃれおしゃれ机を買ったんですよ本当にえらいでしょき日早く寝てたよだっけいやでも今日も早く寝なきゃダメだよちゃんとちゃんと寝なきゃ人間ってしんどくなっちゃうんだよチこたつプレゼントかっこ,までこたつをさあの持ってきましたって言ってさ運んできてくれたら結構面白いよね 結構さすごくないなんかだってあんなでかいものをさ人間がさ一人で運んでプレゼントですって持ってきてくれたら嬉しいけどびっくりするさすがにさすがにさすがにやばいえらいでしょマジでえらいからひなのたんはお母さんガラスの机なんか下にもないでるのねえなんでわかるんですかえそうだよえそうえそう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 なんでわかるんえそうガラスの机で下に物入れられるのえなんでわかんのこわっ まさかやけど、干物の家見たことあるえ、すごくね怖くね怖くねとか言っちゃって、え、すごいねえ。本当にそうなんですよ。ガラスの机で入れれるんですよ、物が。でき寝たくても寝れない日もあるじゃん。ないないです。<laughs> 私は寝ようと思えばどんだけでも寝れますので。寝れます。ずっと。 えっチ昔弟のアパートに歩いて運んだのよ一人でえっチすごいやん力持ちってことはあなたすごいやんだって重いやろ部屋の運べへんだよ絶対ガラスの机って相場それじゃないあそうなのかあそうなのか相場がそれなのかじゃ知らなかった部屋のはそうなのかまあでもそっか であれおしゃれだよね <laughs> そっかなのに怖いとか言ってごめんやん怖がってすまない怖がっちゃった <laughs> ごめんやんなんだこれ人生はビューティフルそうだよ人生はビューティフルなので人生をビューティフルに彩って幸せに生きようマジででも最近思うんですよ本当に面白いな人生と <laughs> 本当に面白くねなんか人生って面白いなって私本当に思うんですよ なんか不思議だな面白いなってでも人生は楽しんで生きた方がいいのでそう人生はビューティフルとしていきよダメちゃ今も見てるよイエーイ <laughs> 私ねイエーイってやっちゃうタイプの人間なんですよなっ、まあ、ちゃん聞いたらあかん怖なんで何なんだ怖いってこと怖いの <laughs> なんかそれよりま白そうでのどひなの本当にたくさん寝られるの。 たくさんん寝られるんですよ幸せー。えー、っとガラスの机は下にもぬれますそう入れれるのしかもねヘアアンチのガラスの机はねあのね引き出しもついてるのしかもねあの使ってないですけどなんか鏡とかもついてるのよでもそこは開けてないなんかパカッて隣にねついてるやつなんですよね 寝たいけどかないの部屋の寝ようと思えばでも寝ようと思えば寝られるんですけど寝ようと思わない日は寝ないみたいな感じ <laughs> じゃあおじさんはお風呂に入ってくるよ戻るからい寝てるだろうか先の休みっておこうナンさなんん,さん,なんでなんかそんな,なんか汚いみたいな字を使うんですか <laughs> なんでそんな <laughs> そんな字を使うのおやすみありがとうねナンタさんお風呂行ってらっしゃい かち、力あるもんやですよ。わからん。さすがじゃん。ピアのは力がないので、助けてください。かさ、でも前、そのほとした時につけまみました。最悪ねえ、最悪。本当にさ、最悪なんですけど。本当に嫌だ。マジで無理なんですけど。ひどい。ひどい。ひどい。忘れてよ、そういうのは。ひどい。忘れてよ。まったく。 本当にね、部屋の、汚い部屋が少しずつ公開されていってるの、本当に嫌だ。<laughs> 本当に嫌だ。あかありがとう。そうでも人生はビューティフルだからね。ありがとうね。だって一番寝たの何時間何時間寝たかなでも、普通に15時間とかは全然お、お休みの人かかあったら全然寝るので、私は。うーん、何時間だろう。でも寝ようと思えば、結構どんだけでも寝れる気がする。 ベッドにもなるねすごいやさすがにベッドになる机はないなでもなんかさベッドと一体化したなんか,なんか机とか何でもできるみたいなやつがあるじゃないですかああいうのはなんかあのツイッターによく流れてくるんですけどいいなと思って見てる伝わってる今の部屋なのこの,あのいいた伝えたいものが伝わってるのか分かんないけどなんか、ね、12, 12時間寝てたことあ,るあめっちゃいい最高,最高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  12時間は絶対寝よう健康健康寝過ぎてもでもダメなのかなでも大事寝ることが関係こんばんは見に来てくれてありがとう正面がね夕方5時に寝て目覚めたら朝の5時だったことがん夕方5時に寝て目覚めたら朝の5時ああいいね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 ,いいね,いいねたくさん寝られて偉いすごくあのすごく早寝だね <laughs> すごい早寝みたいな お母さん勝手に落として見せてきたの、ね、にねえ違うやんけ違うんですよ本当にもうあれは勝手に私も落とされたの落とされた勝手に落ちたのだからスマホが悪い部屋のが悪くないあ嘘そスマホが悪いとかやったらスマホが電波が悪くなるからスマホは偉いでも忘れなさいキャッチ放送事故ですかねそうです本当に本当にダメですよねマジで 本当にすぐに平野のスマホは落っこちるんですよ。だめですよね。落ちないでほしい。たっちゃんさんこんばんは。見に来てくれてありがとう。メカちゃんさん、今日はペットボトル何本ありますかえ、マジで3本ぐらいしかないよ。すごくね。しかも、しかもそんなに散らかってないし。え、マジで今綺麗なんですよね。部屋が。そう、多分服がちょっとありますけど、そんなに汚くないです。 となってるそんなことないよランタさん <laughs> そんなことないよピアノももう二十歳なので大人ですので君島初見ですいえ違いますこんばんは高橋く若いから24時間以上寝られたのにな24時間以上はやばい24時間以上はやばいすごいピアノそんな寝れへんもんタミチンこれからの 20代10年間はもっとビューティフォーだよ経験でマジ人生はビューティフルってこと人生はビューティフルってことお母さん画面割れてたりするえはい結構割れてます私の画面ちょっと本当に変えようと思ってるんですよフィルムをちょっとさ本当にさみんなにさ嫌われそうもうこんな適当な女で画面マジで割れてます結構バキフォン 結構バキフォンですなんかね中川が割れてはないと思うんですけど下側は結構バリバリでも中川はそう本当に多分大丈夫だと思う分かんないでも前は中川まで死んでたけど今回このスマホはそこまでだと思う多分外側だけバキフォンでも多分大丈夫多分ね <laughs> 多分だけどね 多分、そこまで、そこまでだと思います。落とさないように手に貼り付けましょう。どういうこと？長の手に貼り付けってこと？あの、本当にね、あの台とかのさ、スマホの固定のやつとかに置いといても落ことすんよ。結構アウトじゃない？とかしとく。じゃあ見せられる。えつ、えっと、ちょ、ちょ、ちょ,ょ、ここまで人に見せられるほど綺麗な部屋ではにゃーいみたいな。 さん3本ならセーフ三本ならセーフでしょ全然セーフでしょ許されるでしょ全然セーフなんですよでも今部屋の学校へ飲んでるやつは飲み終わったらまた4本になる君島通知来なくて大工が教えてくれたやさをやさを通知来んへんのなんで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 部屋のことフォローしてないってことっすか母さんペットボトルせっかく片付けたのに友達へ来た時2本置いてくれたので切りましたかわいそう かわいそうせっかくが届けたのに2本置いて帰っちゃったのかわいそうだ <laughs> かてこの前会社でけた落としてガラスフィルム割れたかわいそうでももう部屋の逆になんかもう割れすぎてそこまで気に気にしなくなった落としたの高城くフィルムだけならセーフじゃないそうセーフはセーフなんですけど部屋のが張り替えないので張り替えないのでねダメなんですよね 最近バほンそうめっちゃバキフォンなんですよあのたんおもちさんおもちさんってさ今日さ部屋ののさあのコメントしてくれたおもちさんですかはじめまして見に来てくれてありがとうなっちゃんお風呂奪われた言ってくれねなっちゃんありがとうね行ってらっしゃいゆっくりお風呂入っておいで、ね、えっ、ー、と高城君関ヶ原って地面ゴロゴロ転がってたらふるまれたえどういうことちょっと待って誰かと ね待ってどういうことええ関ヶ原で地面ゴロゴロ転がってたってどういうことなんでなんでたかしロックでロックで石だからってことねえ何,何を言っているの何を言っているのけどういうことどういうことですかお母さん忘れ物多かったりするえ多くない忘れ物だけは本当にしないんですよ私忘れ物をしないためにいつも歌う歌って覚えてるんですね <laughs> 忘れ物とかなんか準備とかあるじゃないですかそれを私は間違え間違えたくなくて全部あの完璧にしていきたいのですねだからそれを本当に忘れないために全部ちゃんとメロディーに乗せて歌にしてやってるんで絶対忘れないんですよこれ結構おすすめです何かバキフォン強すぎそうバキフォン本当にバキフォンなんですよだから直そうと借り換えようと本当に思ってるんですけど本当にできなくてあのこういうこういうなんていうの 貼り替え作業とかが本当に苦手でいつもあのこれも実家で貼ってもらったからパパに貼ってもらっててパパめっちゃそういうの得意なんですよなんか綺麗にピシッてやるみたいななのできないこともないんですけどちょっとあんまりなんでできないの自分でなっちゃんまた来るからおやすみおねゃんおやすみなっちゃんありがとうね見に来てくれておやすみだけど僕優しくないよ優しいよそんなことないよ優しくなくないよ優しいよ 君ちもバグで台の通知も来ない公式も来ない泣けるかわいそうかわいそうなんでやろうねあの iPhone のさ設定とかも見たんそれでもこうヒーの母さん張り替えなさいそう張り替えようと思ってるんだけどできないじゃあり替えてよ張り替えてよ,張り替えてよ丁寧に張り替えられるなら張り替えてじゃあひのスマホ張り替えてくれよ張り替えてくれよとか言っちゃって張り替えてよ 敵のの部屋の子のという子だけにしか優しくしてない偉いね部屋のにだけ優しくしてひなちゃんにだけ優しくしようねおまちさんえ、そうです大好きですああ、嬉しい合ってたありがとうね嬉しい嬉しいひなちゃんのこと大好きになりましたか大好きで偉いよ少しろく関ヶ原のフェスで遊んでたときどういうこと <laughs> ねどういうこと <laughs> ね遊んでさ地面にゴロゴロ転がるの怖くない 怖怖くないか、ね、怖くなないいかねウケるねあなた面白いね歌って覚えるとか花かっぱねはかっぱとかやらないでからさ違うの本当になんかあの財布携帯とかなんていうのこういうなんていうの本当にメロディーにのせて覚えるんですよ本当にそしたら忘れないんですだからだからあのおすすめみんなも歌ったらどう <laughs> 歌ったらどう服着替えて、みたいな。髪の毛して、化粧して、みたいな。これとかもお部屋のは、ご飯を食べるとかも入れてるんですよ。この項目に。ご飯を食べるとかも項目に貼ってるんです。<laughs> 本当にね、ちょっと気もがられるんですけど、結構おすすめなので、ぜひやってください。おもちさんハートたくさんありがとう。梅子ばちゃさん、自分も。 押しそう必ずホコリが入るあ張り替えるのえわかるよわかるよ本当にホコリが入ったりとか気泡が入ったりして苦手なんですよ何かカ瓦で石切りしてたら携帯投げて割れたの思い出したかわいそう瓦で石切りってさあのさなんかさピョン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 って石投げるやつあれさ本当にさ飛ばせられるの,のあれできやんと思ってた現実世界で現実世界で。<laughs> 現実<世>界で <laughs> できるんやすごいねだって仕方ないの張り替えてやるよ自分のせえマジで張り替えてほしい本当に、ね、できなくて本当にできないんですよ私これがだからやらなきゃいけないやらなきゃいけないと思いつつずっと放置してるのだから本当に張り替えてくれる人って言ったら本当に張り替えてほしいでも iPhone も Android も来ない設定はちゃんとしてるはずなのにあれ iPhone と Android あ二2つあるってことかわいそうんでやろうねバグってんのかねずっと おもちさん前から気になってて院内見たことあったので好きになりました嬉しい気になってて偉いねいっぱいひやのたんのこと気になってねありがとねおもちちゃん君島歯車ありがとう高司く君その後星までびしょぬれになったし友達はできになったね <laughs> 死ぬ死ぬんだがなんか大丈夫大丈夫なの <laughs> ウケるんですけどもかわいそうかわいそう暴れないで <laughs> 暴れないでくださいウケるねあまちさんでも遠方なのでなかなか会えないですごめんなさいあそうなのでも嬉しいありがとうね好きになってくれてひなのちゃんのことをいっぱいいっぱい好きになってねありがとうね謝んないでね君島ハートありがとうえっ、ー、と母さんスマホ落とさないから3年ぐらい張り替えてないんです ななんでスマホ落とさないのどういうこと <laughs> どういうことスマホ落とさないってどうしたらできるのかわからない私はいつもスマホ落とさないようにしっかり手に握りしめて持ってるんですよでもカバンに入れるとてか手のところにないとスマホが嫌な気持ちになっちゃうの依存症なので私は絶対手に持ってたいんですけど絶対に落としちゃうのなんでなんだろう きり替えできる本当に張り替えてガチで張り替えてもらってもいいですか結構ね、困ってるんですよ。本当に困ってるの。高城くん、フィルムは、えフ、ー、風呂場で全裸で張り替えてる。なんでな、んな,な,なんで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 お風呂場で全裸で張り替えるの不思議。なんで効率、効率がいいのそれの方が。母さん、流れ星ありがとう。 毎回しきり6回は行きますねでも携帯は2回で止まりましたどういうことちょっと待って携帯を投げたってこと ?2 回えどどういうこと不思議な子不思議な子とか言っちゃって不思議な子だねランチューさんこんばんは見に来てくれてありがとう君島もう諦めの境地かなちょっと難しいな境地でやってるかな フィルムは風呂場とか湿度高いところでやってる私どういうことなんで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 湿度高い方がいいのなんでなんでなのみんなお風呂入った時にさフィルムを張り替えるのん不思議高橋ロク実は俺も割れたまま放置してるだよねだよね張り替えられないよね本当に無理なんだよおもちゃ明日エクシナくんって作ったフォローしますねありがとう 作ってね嬉し,い嬉しい嬉しい嬉しい絶対フォローしてね加藤さん握力ない握力1018とかあるんじゃないかな分かんない左手が多分18とかあるはずで右手は多分14とかじゃない分かんないけどそんな感じだった気がする確かひななの,の体力測定でも握力あるよ多分ねだけどじゃ得点回チェックなしで張り替えさせてもらおうえマジで張り替えてほしい本当に結構困ってるんですよ あっほんとにほ本当に本当にあのそれはちゃんとちゃんとやるあのちゃんとちゃんとあの何て言うの効率よくというかちゃんとあの意味があってみんなお風呂場で買いかえ張り替えてたんだえらっそういうことなんだなんでやと思ったそういうことねすごいねみんな頭いいね高橋君ほこりがつかないせいってえすごいね なんか不思議だねとか思っちゃってごめんすごいねなんか石と思って投げたら携帯だったよかわいそうかわいそうかわいそうだねそれはそれはかわいそうそれはかわいそうみんななんか今日かわいそう <laughs> かわいそうえー、とちょっとタップスマホ一日にチェック落としてるけど会ったことないぞいえ どういういことなんで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 スマホを一日一回落としても割らないのなんでいい感じにいい感じに割れないぐらいの弱さで投げてるってこと投げてるわけじゃないかなんかあの落としてるってこと ほこりが回らないからゴミとか入らないで綺麗に入れるえじゃあさヒアナもさ1回い風呂場でさチャレンジしようかなでもチャレンジしようと思ったとしてもね1個ね思うことがあるんですよフィルムを買いに行くのがめんどくさいフ <laughs> ィルムを買いに行くのがめんどくさいんですよ, <laughs> ですよ <laughs> ヒアナのフィルムはなんかガラスフィルムみたいな感じのやつなんですねだからこれをバリバリじゃないですかそれを剥がしたらまたバリバリになってこれを捨ててみたいなのもしやなあかんやろ 中いうか嫌だなーって思う。だから、やってほしい、みんな。お母さん、握力中学生失礼もう20歳です。もう20歳ですけど。もう20歳ですけど。なんちゅうさん、張り替えしてあげて、ほんとに張り替えてほしい。もうみんな助けて。ほんとにね、本当にね、できないの、やの。とかしうか、新しいガルスフィルム、買ったのに張り替えてない。買ったのに張り替えてないのなんでなんでなんでめんどくさくて かつ静電気とかホコリがつかなかったり飛ばなかったりするはず。なんかさ、みんなさ、物知りだね。ひなのは、ひなのはさ、何も知らないのにみんな物知りだね。だっけ握力かわすぎるひなの3倍以上ある。ほんとにね、でも、あれなんですよ。ちゃんと、ペットボトルとかもちゃんと開けられるし、お菓子の袋とかもちゃんと開けられるんで、生活にね、支障はないの。ほんとにね、多分。 意味なく風呂場で全裸で張り替えないそっかなんか不思議だな怖っちょっと怖って思ったの <laughs> なんでわざわざお風呂場で全裸でその他のフィルム張り替えるんだろうって言って変な人って思ったら意味があったんだ <laughs> ごめんやん変な人って思ってごめんね高城くん真悠さん風呂場の件は X を流れてきて、えー、知ったけど 今のスマホにたは知らなくて苦労しましまできひんよなだってさ普通にそんなんさわからんくないなんで部屋ののスマホにはでも流れてきてないんやけどなんでめこぶっちゃさんポポキャンディありがとうかち画面側から落ちるとすぐ割れるじゃあ部屋はいつもさ画面側から落としてるってことなんかな画面の裏側から落としたら絶対割れないのかな おもち,ちゃんひなのちゃんがかわいすぎて私はひなのちゃんになれたいええー、ほんとひなのちゃんかわいすぎてひなのちゃんになりたいのうれしいひなのちゃんひなのちゃんになろう <laughs> ひなのちゃんになろうひなのちゃんのことをいっぱい好きになってひなのちゃんになろうおめこばちゃさんフィルムは100円ショップでも買えるしあそうなのそうなのどこでも売ってるのどこでも売ってるの 君も昼間は誰かプレゼントしてくれるよ勝手に言う死ぬプレゼントしてくれるのいやでもね自分のスマホのサイズはもう分かってないんですよこの前もあのスマホのこの前というかあのスマホのさケースあるやないかあるゃないかっていうかケースあるじゃないですかケースを買ったんですよでもサイズが分かんなくて適当に買ったら全然サイズが違うやつで無理やりはめ込んで使ってましたでもそれでもなんか あの中に紙と,紙とかシールとか入れてたら浮いてきてすごく落下してきたのでそのケースを捨てましただから私は今ケースをつけてないあのフィルムはついてるんですけどケースがついてないスマホですだからまた壊しちゃうあそう私のスマホねそう多分このケースとかを外してるせいだと思うんですけど角がぶっ壊れてるんですよぶっ壊れてるっていうか削れてるの本当に もっとちゃんと丁寧に扱えって感じなんですけどほんとにねダメなんですよ <laughs> えっとおじさんさっぱりさんになって帰ってきたただいまランタさんおかえりありがとうねさっぱりさんおかえりダメちゃん逆にフィルムいるえいらへんのだってさなかったらさまた割れやすくなるんちゃうん母さんガラスフィルム以外スマホ本体割れちゃいそうだよね割れちゃいそうです どううしよう割れたら助けて助けて割れたら助けてなんてさアマゾンで買うといいよアマゾンで買う方がいいので昼間俺じゃなくてもっと早くあげられる人がたくさんいるよ知るほんとにねでもねあれが分かんないのあのこの機種みたいななんかでもカメラが2つついてて四角みたいな <laughs> マジで分かんない何が何か分かってない カッチお手手は小さいですって私本当に妹とかよりも手がちっちゃいし結構手ちっちゃいです高城君おかしな袋開けるの失敗してぶちまけてそうあよくわかるでのこの前もひなこやったかなとポテチ食べた時に普通にバーンってした困る高城君変な人であるけどそうだよね変な人は大正解でしょ大正解でしょ まんちゃん裸は静電気対策かなあ静電気もダメなのかメえー、メーカーバッィさん iPhone ならどこでも買えるからねどこでも買えるのなんか多分13とか12とかじゃない適当に多分そんぐらいかも知らんけどこれなんやろねやよねなんか妹のと一緒ってことしか知らんくて変なああじゃあこれそれでいいよみたいな感じでやっちゃったからあんまよくわかってない だから本当にケースも間違えちゃうんですよね母さんケースをして本当にケースしなきゃいけないのかからずやんだって捨てちゃったんだもん本当に捨てちゃったのケースをポイってしたなんかあの100均多分このケースは多分100均で買ったんですよあの,あの捨てたケースはでも本当にサイズがなんか違くてなんかよく分かんなくてなんかすごい。 あのカメラのところがなんか不思議な感じになってて全然ケース合ってないねってめっちゃ言われて確かにと思って無視してて無視して使ってたら壊れた壊れてないけどあのなんかあの中にあのシールとか入れてたッキとか入れてたのが滑ってきてもうすごい嫌になってもういいやと思ってしてた。 明日君島に携帯サーズ言っといてくれたらサ、ね、イズが分かんないのだってヒアノねあれなんですよこの家に定規とかもなくて定規がないから測れもしないんですよ縦サイズとかカチケースしないとすぐ壊れちゃうじゃあそれがヒアノがダメな原因ってことなしさん機種が分かればケースやフィルムは専用のが購入できると思うそう専用のをね購入したいのに分かんないのも ケースは重要だケース重要なの助けてだっさサイドっていうより機種が分かればそれでも分かるのでは分かんないんだもん分かんないなんだもん何て言うん今使ってる機種が分かんないのうん iPhone の設定画面で自分の機種見るから味方ポストしようかうんお願いします母さん iPhone は早く新しいの買いたいえ分かるなんかさあのさ あのさ、一番下の妹が新しいの買ったって言ってていいなって思ってたカメラが縦についてたら十二か。縦ってどういうことあこの2つのカメラが斜め斜め左上とその斜め下にあるじゃあ妹に聞けば分かるやん確かにね妹と一緒になら妹に聞けば分かるじゃあ妹に基準体を解決するので確かにね、えー、じゃあヒヤ聞こうちょって言った ゆいちゃんに聞いてみますもしかしてポしかかててますかもう捨てましたちゃんともう捨ててちゃんとちゃんとちゃんともうゴミとして提出してます提出ちゃんとしてましたちゃんとしてましたおまちちゃんえー、たくさんリップとかします仲良くなりたい嬉しいたくさんリップとかしてくださいあのキムセリは普段リップ編とかできないんですけどあのピアノの やつにひなの,のとせた投稿にリップとかハッシュタグとかつけてくれたらいいねできるのでたくさんたくさんツイートしてねありがとね iPhone15 プロでひなのたん撮ったらめちゃくちゃ画質がいいいいないいなー,いいなーひなのたぶんいや15ってさ新しいやつやろわからへんけどひなたんもひなたんも新しいの欲しいなー配信おた送りますね送ってほんとにわかんない え待ってなんてさ「設定一般情報」で機種出てくるよえさ見てみようこれさ部屋のさこのまま見れるんかなつながってるこれさこれ部屋の声聞こえるこれ部屋の声聞こえる部屋の声聞こえるか聞こえへんかだけ教えて聞こえるあ待ってえじゃあさこれさ部屋のさあの普通にさショールームからさショールームのやつをさポいってしたとしてもさ聞こえるってこと え、設定からなんて言ってたえっ、ー、と。えっ、ー、と、なんですかどこだっけ設定一般情報ね設定、設定でしょ一般って何これか。一般の情報。iOS バージョンあ、これか 機種名ってやつ13やっての !?13 やってみんなてかピアノの iPhone の名前水溶き片栗粉にしちゃうんでかわいいやろ誰ともかぶったことない13やってみんな13やって13やったんやピアノじゃあピアノこの前何買ったんやろねなんか不思議なやつを買ったのよかった 解決解決13万円っで、ありがとう教えてくれてえっ、ー、と母ちゃんチェメイト愛しかないので iPhone8 を3回買い替えましたえらいじゃん愛があってえらいじゃん高尚妹さん優秀そううちの妹優秀なんですよ今度はね部屋の妹がね東京にね来てくれてね一緒に部屋皿行くんや部屋の部屋皿に行きたいって言ってくれて来てくれの。 聞こえてて良かった。みんなが聞こえるって教えてくれて。なんでさ野良猫さんだけ一人だけ聞こえないっていうの？え本当に聞こえなかったの？え本当に聞こえなかったの？梅子ぶちゃさんえー、っと花束ありがとう梅子ぶちゃさんありがとう。梅子ぶちゃさんーーの私と同じお揃いってこと？お揃いってことですか？かいさん私はペンギンです。ヒアノのことをペンギンだと思ってるんですよねじゃああなた。だからイコールヒアナちゃんのこうヒアナちゃんにしてってことでしょ？ 水溶きにしてますやっぱどんな iPhone 名人と被らないやつがよくて私ね人と一緒なのが嫌なんですよなんかそういう名前でこの前はカリフラワーだったんですけどカリフラワーで前に誰かと被ったんですよ誰やったかな誰やったかと結構前にかぶってあっかぶってんの嫌やと思って水溶き片栗粉にしました未だまだ誰ともかぶってない水溶き片栗粉ならだからみんなもね人と被らないやつの方がいいよ だからもしね、水溶き片栗粉が現われたらなのかもね。<laughs> <laughs> メイコバテさん、うちもじゅうさん、お揃いってことお揃いってことさっき今度 iPhone 部屋のに決めてもらう。あ、いいよ、部屋が決める。え、おもろいのにしようや。何がいいかな何がいいかな何にしようかなうーん、何がいいかな うんレノア柔軟,柔軟剤とかどう結構よくない結構よくないなんか部屋のそういうのあなんか歯磨き粉とかもやってたそういうあ歯磨き粉もしてたかもしれんあ歯磨き粉使ってもいいよ部屋のこの前歯磨き粉やったからぜひぜひ歯磨き粉使っていいよこの一個前がそうカリフラワーからの歯磨き粉からの水溶き片栗粉や でも全然皆さんも水置き片栗粉にしてもいいよ。てか別にあのレノア使ってるわけじゃないんやけどな気まず。あごめんなさいレノアレノアの方ごめんなさい。うん。歯磨き粉。歯歯磨き粉にしな歯磨き粉に。だから人と被んの嫌だ。同じ。ね被んの嫌やんな。部屋も被んの嫌なんや。だから。だからちょっとさあんまりないやつにしたかった。カリフラーかぶんのかい w h そう。かぶったの。誰やったかな 誰やったかと被ったんようわっと思ってマジかと思ってかえたんよカチュアの人がきっとかぶるねみんなも水溶き片栗粉にしてもいいよあちょっとやっぱ決めせる現場に水溶き片栗粉大量発生しちゃうみんなもみんなは水溶き片栗粉にしてもいいよみんなもしていいよのはのいますにおうん歯磨き粉にしなじゃ私も決てめてもらおうえー、何がいいかなうん うーん何がいいかなうーん何やろうな何がいいかなこういうのさ考えるの,部屋のなうーんめちゃくちゃ得意なわけじゃないんやなどうですか どうですか大量発生確やえないねえ変えないのなんでなんでなのみんなみんなネーミングセンスって,んて,んてんとか言わないでなんでそんなこと言うのはだいやは大体ね目の前にあるものにめあのしてるのそういうのをんか目の前に目に入ったものをあこれいいねと思ってそういうのにしてるんですよ。今懐中電灯が近くににあったから柔軟剤もそこに あの詰め替えのやつがあったから別にレノアじゃないんですけどレノアじゃないの気まずいなんかレノアっぽいじゃん柔軟剤だったりそういうこと「<laughs> お前らを三つ置きかた粉にしてやる」ってアオりでよいいんだいいんだじゃあ部屋のがあのオりでさ「みな <laughs> さんお前ら三つ置きかた粉にしてやる」ってアオりしたらみんなでも「なんだこいつ」って思うでしょ部屋の。 おまちゃん私赤服にしてる赤服にしてるの赤服にしてるの三重県ってこと平野は三重県民なので嬉しいすごいじゃん平ナちゃんのこと平ナちゃんのことを考えてなくても赤服にしてるってことすごいよん知らなん、ね、みんなナのと一緒にしたいってことだねみんな平野と一緒にしよう素敵でしょ懐中電灯の光にするうんそして光・ひなのあれがいいローマ字がいいな あの光を漢字にしないでほしい。光みたいな感じのそれがいい。英語みたいなのが好き。カチミルハイにいるいそう買ってきてそのままそこに置いてる。あそのままそこに置いてるとか言っちゃって。そう。買い物行ってるだけ偉いですよちゃんと。ちゃんと生活してるの部屋のも偉いでしょ。カチドルで行こうなんかやだそれ可愛くない可愛くない。そんなの可愛くないじゃん じゃあ、なんかもう部屋も変えようかな、なんか。みんなに、なんかそんなさ、目き片栗粉なんか、微妙そうな。えーみたいな。ネーミングセンスとか言われたからさ、ちょっと可愛いのにしようかな、なんか。何にしよっかなー。みんなはさ、今何にしてるの?。面白い、や、の、やってる人いないの?。 あちょっと片栗粉持っていくから片栗粉持ってきて一緒にチェキ取ろうよ <laughs> 片栗粉チェキ取ろうランチューさんとろけそうあの水溶きだからってことかっち赤福ふく食べたいわかるわかる部もあかふく食べたあかふく大好きなんですよ本当にあんたさんみんな水溶き片栗粉にされたらドロッドロの現場になってしまうねなんかやだ <laughs> なんかやだおまちさんえとにるこん日なのに会えたことあるのあそうなの嬉しいじゃあさ 久しぶりってことで今部屋ちゃんのこと好きになっちゃってもそれは運命ってことなのまリか光そうそれにしてそういうのが可愛いじゃんっちとろめがつくねねみんなもみんなもそうしなさい母さん小麦粉派ですまあそれはそう平野もう片栗粉よりも小麦粉の方が好きだよいや別に片栗粉も悪くないけどねでもたまたまなんか水溶き片栗粉にしたんだよね ス相撲には特別な名前つけてない,ので,すつけてないですね。あ普通に自分の本名みたいな <laughs> でもおすすめだよ水溶き片栗粉みんなも使ってよかったらみんなにならあげるよピアの水溶き片栗粉人とかぶるの嫌だけどみんなにならあの譲ってあげる <laughs> 譲る共有してあげますピアの水溶き片栗粉の名前を。 共有します。全然みんなもみんなも一緒にしていいよ。これで誰一人一緒にしなかったら気まずいけど、みんなも水溶き片栗粉にしてもいいよ。カチバリバリ本名でした。本名なの？本名なに？本名にしてるの？水溶き片栗粉じゃないの？おもしゃ運命感じていい。運命感じちゃおう。もうそれは運命ってことだよ。 歯磨き粉に変える前はから揚げでしたあ美味しそう美味しそうめちゃくちゃ美味しそう美味しそうなものから美味しそうじゃなくなっちゃったねお母さん牛タンしかカタンにしてきましたちょっとおもろい <laughs> ちょっと面白いちょっとおもろいこのこのダジャレ使ってるやつね私結構そういうの好み結構好みです結構好み <laughs> 結構それおもろいねあんたいいねあなたいいね iPhone を持ってた頃は、ナルセの iPhone のような感じでした。あ、なんかノーマルな感じね。なんかね、そう、最初は多分それなんですけど、変え、変えたかったんですよ、私は。なんか、特殊、特殊なものにしたいみたいな。人とかぶれたくないと思って、それにした。まあでも多分、本名が普通に一番かぶんない。なんてさ、みんな中華風になった。そうだよ、中華風になっちゃうよ。中華風で美味しそうだね。なんか、私も元々本名だったんで、あ、そうなの本名だったから、本名から、 懐中電灯に変えたのね懐中電灯の光ってさどうなの本当にさあなたそれをいいと思って使ってんの <laughs> 本当にいいと思ってるね本当にちょっとさ部屋のさなんかさみんなにネーミング制作と,とかちょっと恥ずかしくなってきちゃったんですけどかっちゃの本名はきっとひなこがしてるあそうなきーこっぺー, <laughs> ーや 今アンドロイドしか手元にないのでデッキ指名そのままですわアンドロイドも変えられるの変えられるのでみんなもぜひぜひぜひ見るときにしてくださいで歯磨き粉そのまま使いますよね本当にさ歯磨き粉がさ本当にさそれでいいと思ってるのみんなねそれで本当にいいと思ってるなんかちょっと恥ずかしくなってきちゃったんですけど野田ひなの本当に本当に恥ずかしくなってきちゃったんですけど ガチ覚えてるかななひ覚えてるんちゃうさすがに分からへんけど毎回明日までに考えててくださいそれまで懐中電灯のらね恥ずかしいんですけど本当にさ何がいいかなでもなんかもうちょっとなんか可愛らしいものにしようかな関係ひな俺の本名知ってるっけ関係じゃないのえ関係は関係じゃないの関係って関係じゃないんですかわつ a t s ッアップ意外と被らないわつ a t s 意外じゃなくて絶対被らんない。 絶対かぶんないよ「What's Up」っていう名前のひなは初めて見たよで初めて出会ったよ大金フやなが決めてくれたのなら何でも使いますほんとじゃあ歯磨き粉使って部屋の1個前のやつだからさおすすめだから歯磨き粉ぜひぜひ 使ってください母さださい母んん野田のネーミンングセンスに任せますねえ死ぬんですけど本当にでもさなんかネーミングセンス「てんてん」って言ったよおしゃれやと思ってないってことなんでしょ野良猫さん僕の本名は野良猫ですさすがに信じないからねなのは平野はさすがに信じないから、ね、え本ほんとなんほんとじゃないよなえ本ほんとにほんとにでもなんで野良猫なの え本当に本名なんですかえ違うよねさすがに。知らあれの本名ひなこちゃん知らないから白眼鏡っ電車さんとしか思てたって白眼鏡は白眼鏡だもん。白眼鏡は白眼鏡だよ。さっなんかいいなったら明日君島に電話してください。分かったなんかおしゃれなのじゃあ考えるね。何がいいかな何がいいかなももちょっと部屋のはんかもうネーミングセンスをみんなにバカにされたから。 それだからちょっと考えるのが恥ずかしくなってきちゃった恥ずかしくなってきちゃったでもちゃんとじゃあ考えます関係はフルネームしてるっけ関係は名字関係名字なの関係関係って名前じゃないのえっ関係が名前じゃなくてえどういうことまる関係じゃなくて関係まるってこと君島あれでんあれ俺,俺伝言版にされて伝言版にされてるよ君島君島は伝言版ってこと <laughs> アメリカで名古屋都道府県8位です。8位何が多い人みたいなってこと。カッチーの野良猫。わらわらわら。カッチーは野良猫は野良猫の。野良猫だってし。野良猫の名前が野良猫じゃないって知ってるの。何 <laughs> かして楽しみにしてます。楽しみにしてて。楽しみにしてて。何かそんなわけない。じゃあ何なの。 い,いネーミングフェストだと思うよそれほんとに思ってるの絶対バカにしてるんだろう絶対バカにしてさ「へっ」みたいな「なんだこいつ」って思ってるんじゃないのでもほんとにいいと思ってるのほんとにいいと思ってるなら結構気分いいよ <laughs> 気分いいよウケるえっち下の名前はノーヒントインス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 ト,インスト イン,スタインスタなのあっああねなるほどね分かっちゃったやな分かっちゃったよやな分かっちゃったやな分かっちゃったけど今ここに口に出していいのか分かんないから黙っとくけど分かったふん分かっちゃったよひなのは。 ールケーキ屋さんえー、っとこんばんは見に来てくれてありがとう丹生さん自分はネーミングセンスがないのでデフルトのままにしてますわネーミングセンスでも部屋の部屋のみたいにネーミングセンスが光り輝いている人はなかなかいないと思う願いだから自分で言わないでほしいでも素敵でしょなんか多い人ですよねそうなの佐藤さんとかそういう系でしょ うう関係そうよ関係まるまるエ関係の N が名前の頭文字。ええー。なんなんだろうわからへへなの。野良猫もカズニーも本名を知ってるかっそうなの？めっちゃ知られてるの？すごいじゃん。すごいじゃん。カ <laughs> さ水溶ん見た時感動えでしょ？結構さ結構感動でしょ？結構いいでしょ？え結構素敵やろ？ あの絶対に結構素敵な名前をつけたと思いますよ水溶き片栗粉でもそろそろ結構一緒だから変えようかなと思ってるだから誰か使ってもいいよあのなんか変えるえようかなそれ水溶き片栗粉変えるからじゃあ水溶き片栗粉をどなたかにプレゼントするよ <laughs> どなたかに <laughs> プレゼントするよあげるよ全然 えっと野良猫、カッチーもね、カッチーのことさ、あの、全部カタカナカラカラで呼んでんの、野良猫。<laughs> ウケるね、おもろいね、あなたたち。で、キナノのセンス好きですえ、おしゃれやろ結構私、おしゃれだと思ってるんですけど、素敵やろ、意外と。意外とネーミングセンスあると思います。カッチやめとき、うん、ちゃんと黙った、えらいおまちゃん、ひやのちゃん、何してても可愛いから好き。ほんとほんとに、ひやのちゃん、結構さ、あの、 あのお,おばかさんでちょっと,といろいろと変なことばっかしてるんですけど可愛いと思ってくれるのありがとうひなたもすちなんもうスチかた N から始まる名前で R がいつもの「リ」ですあ名前は分かるよそりゃね N なの部なもも N やでおもちちゃんハートありがとう高城推しにつけると絶対その名前にしてしまうなそうなのどんだけダサくても どんだけダサくてもさそんな名前にするのその名前に出ちるのにしくんキャンディーありがとうにしくんありがとうちなみにインスタフェルネームでマジマジインシュートインシュート <coughs> これかおおね なるほどねなるほどね確かになるほどひなわかっちゃったひなわかっちゃったよカッチしたら名前からなカッチですなるほどねひな分かっちゃったからねみんなの名前知っちゃったし知っちゃった大輝はたありがとう母さんかばさんさんって言います何言ってるの怖いでも私母さんの名字知ってるからね 知ってるよ、ひなのは <laughs>。知ってるよ。あまちちゃん、私もばっかり変なことしてるじゃあ、おそろいってことおそろいってことなの仲間ってことなのかっちジはじゃひなこが知ってるかも。聞いちゃおう、じゃ聞いちゃおう。良猫さん、えー、っと、長い場所ありがとう。高白く、どんだけ変な名前でもおアゃしちゃうタイプ、死ぬまじでそうなの たぶんもう本名フルネームバレてる本名の苗字え苗字わかんないやろえなんでなんでどうやってバレるの苗字わかんないえどっか書いてあったっけなねこさん「僕はだれないよだれないよ」ってなーになーにねえ待って本当にさあのさ あの,あのさあの,あのさあのさあのまりかさんあの本当にさあの部屋の懐中電灯の光とか本当にさちょっと本当に恥ずかしいからさお願いだからなやめてほしいお願い本当にやめてあやの恥ずかしくなっちゃうひやの恥ずかしくなっちゃうから本当に本当に変えてくださいねお願いします本当に本当に,本当にお願い本当に普通にもうやめてください本当に恥ずかしいです あのヒアノのネーミングセンスがちょっとみんなに出さってもらえたら恥ずかしいじゃんおまちゃん「滑ってなのに、ね、滑って」って言われてたらつえわかるわかるヒアノはヒアノも本当にみんなに「滑ってる」とか言われるんですよでも本当に滑ってないんですよわかるその気持ち仲間マジで仲間すぎる高いながら星しありがとうだてわけだろうえ本当にじゃあずっと公開しないでよ何で何でずっと公開しないの教えてよ教えてよ なんで教えてくれないの？あ、猫バレないよ。バレないの？なんでかって自分のね。猫風にはシンプルに同じ地元なのよ。ジモティーってこと仲良しジモティーってことですか？大変 <laughs> マシュマロありがとう。母さん滑ってるよ。滑ってないよ。滑ってないよ。面白い女でしょ。部屋のでも別に部屋のはなんか、そんな受けを狙おうとか面白く生きようって思ってるわけじゃないんです。だからだから。 違ほんとにほんとにねほんとにすべってるとかじゃないんです何か戻してきて戻してきてよかった戻してありがとうほんとにほんとに戻してくれてありがとう君島明日大輝の名字の嘘情報教えてあげるんで嘘つくのほら吹きじゃんそんなのほら吹きっていうよほら吹き祭りにしちゃうよ関係フネムしてるのはゆめたんとヘなだけかなほんと 知っちゃったひなちゃん知っちゃったデキなんかムージ字見せたことあるけどね嘘いつ待っていついついつ嘘いついついつだいつだいつだシンがねに一本名したら名字はえだろうなえなのなんでなんでえなのなんでなんでなんでお水飲みたいからさちょっと待ってよいしょ本当にもう手元にあってよかったお水。 危ないこぼれ危ないセーフ切りたえお水がこぼれるかと思いました危ないえっ、ー、とおもちちゃんもしかして人種種類一緒ですか多分一緒絶対一緒の人種だよ絶対一緒 <laughs> だってさ滑ってる滑ってないもんねうちらマジで滑ってないもんねごめん押して教えるか教えて教えて教えて,教えて ガサ布団の上でご飯食べちゃう食ってないお水飲んだのお水飲んだだけじゃんお水ぐらい許してよだめなの許してよまだお腹空いてないもんさっき珍しいからそんなに後悔しないけどまあ、ヘアならいいかヘアちゃんなら許してくれるのヘアちゃんなら教えてくれるのそうなのそうなのヘアちゃんにだけならいいんだ嬉しいさっきヘアの滑るデビル滑らない天使滑らない エンジェルですけどデビルでもないし滑らないですし滑らないエンジェルなんですけど私たちはですけどでちゅけどでちゅけど <coughs> おもちちゃんえー、人種一緒で嬉しい仲間仲間です仲間ですわよ仲間仲間ができてよかっただって本当に滑らないもんね私たちはすべろうと思うわけとかじゃないもんねそうだよね なんか受けんで,るかそうです滑らませんでも本当にねあの受けを狙ってるとかそういうなんか面白く生きようってわけでもないんです普通に普通に生きてるだけなんです私は本当に本当にそうなんですよ普通に生きてるだけなのにもかかわらずなんか「滑ってる」って言われて「何なの何なんですか?」「おまっ、あ、ちゃん頑張ってるだけなのによく馬鹿にされます」そうなんですよ 本当に同じ気持ち同じ気持ちです。本当にそうなんですよ。だからピアノと同じ気持ちの人がほら現れた。良かった。nmb さんの芸人ってやつ思い出したスペルデビル受けんじる。本当に本当にピアノは別に受けようと思って生きてるわけじゃないんです。しかも滑ろうと思って生きてるわけでもないんです。普通にね。頑張って生きてるんです。私は。 頑張って生きてるんですってアピールしてんの本当になんかかわいそうな子みたい。猫さんとありがとう白メガネえっ、ー、とやなのだの滑らない話やりましょうこれで全部滑ったらのどひやのはもう恥ずかしくてもう生きられないよ。でもおもろそう。だってみんなさひやのがどうしよう面白いこと言ったとしてもさたとえねたとえもしひやノが面白いこと言ったとしてもどうせつまんないって言うんだろどうせ言うんだろそうやって。 猫さんえー、そういう日なの,のかい,いです。ほんとに思ってんのそれ。それほんとに思ってるの毎回偉いすぎ偉いですよ、ひなちゃん偉いので。おまっちゃん、私もかわいになるので、かいって偉いんで。そうだよね、かわいしくないもん、私たちは。偉いの偉い。頑張って、頑張って生きてて偉い。関係、えー、休憩会で仕事を戻るから、この辺で。関係ありがとうね、お仕事、頑張ってね。いってらっしゃいいですわよー。 じゃひなの座の滑る話で保険かけましてやだそれもうなんでさそんなさ滑る前提なんですか滑らないの方がいい,い,いじゃあかちえっ、ー、とひなこが抽選特典で書いてくれて本名をしてもいいけど機会がない見せてじゃあ今度さひなちゃんにさあに来てくれる時持ってきてやひなちゃんにああね来てくれるんでしょ来てくれないの だけ自分が面白くなるで面白いえー、っとみんなの大尊敬してます面白くなくないでしょ面白くないのあなたひなおちゃん面白いのひなおちゃん面白く女で尊敬してってことみんなもっとひなのを尊敬しなさいお母さん謎ひなので全体大爆笑みたいなことあったっけねえなんでそんなこと言うのあるはずだよあるよでもひなのね ひやのねみんながねあの知らない楽屋裏とかでねみんな笑ってくれてるんだからねみんなはみんなはねピアノのことをそんなに面白くない女かもしれないみたいなのを思ってるかもしれないんですけどピアノはあの何だって笑われます何だって笑われますバカにされてるのかないやそんなことないよ面白いんだよきっと。 うん。カッチいつになりますかねいつになるのいつ来てくれるのいつ来てくれるのまたさ滑ること恐れないでそうだよみんな滑りを恐れてはいけない楽しく生きるんだ人生ハッ,ピーハッピーハッピーハッピーえーとてか面白いって言われたことありませんそうなのなんで そうなの。面白いよ。そんなことないよ。よ面白くなくないよ。なんか面白すぎたぞ。いつも面白いの。面白いもん。何なの？面白い <laughs> 面白くないって言われたらさ。文句言うくせに面白いって言われたら面白いもん。何なの？っていう女世界一面倒くさい。女のだひなの？おっちゃん、ひなのちゃん言ってくれるだけで楽しくなるタイプだと思う。本当、本当にひなのちゃんいるだけで楽しくなるタイプなの？ じゃあさ、一家に一代ひなのちゃんってことまだ猫、そんなことないよ。なんですか、そのカタカナのそんなことないよは。それはさ、ひなのちゃんのことをさ、おバカにしてるってことですよね。おかしいよね。面白い人は羨ましいと思う。ね、でもあなた、面白い、面白いよ。なんか面白い、笑顔になるってことだ。あ、そういうことひなちゃんは、人を笑顔にさせられる人間ってことじゃあひなの、 笑顔人間なのんひなのは、笑顔なの違うな。ひなのは、ちょっとな、伝えられないね。笑顔、笑顔られない。笑顔られないん？笑顔、笑顔ひなのたん。笑顔プレゼントひなのたん。みたいな感じかも。そういう、なんかそういう感じのことが言いたいのになんか上手に伝えられないけど。 多分みんななら伝わってくれると信じたい伝わるでしょシメル俺はいつもまた活現場でいじられる役なのそうなのだって白メガネは白メガネだもん <laughs> 白メガネは白メガネだからね面白いね白メガネは白メガネだもん <laughs> ケルさやさんドらヒアの以外に面白いって言ったことないかもねそうなのそうなの あなた面白い面白いよ。だってだって。変なんだもん。<laughs> 変なんだもんとか言っちゃって。変なんだもん。おもちゃ私に一人の部屋のちゃんあげすか,かわちい,いね。そうだよ。部屋のちゃんはおもちちゃんのだね。残念だね。まいか、私はダックで暗い人って呼ばれてますよ。なんで暗いの？あなた暗いの？ でもさウェイってさあれじゃないかあのコールとかさしてくれてんじゃん暗いのなんでなのカッチ僕は面白い要素が何もないよでも本当にね私はねカッチがね変な人だなってめっちゃ思いますあのだって人があの他の人と得点化してる時になんか話らずに「うんうん」って入ってきてるから なんかこの人面白いなと思って何をしてるんだろうって最初に思った <laughs> 面白いねほんとにみんな変な人だなにか冗談だけどヒアさんほんとに書いてほんとに本当に思ってんのそれ野良猫ちゃん野良猫ちゃんヒアノのことほんとに書いて思ってんのかちはたありがとう。 あ、ゆいちはたありがとう。ちょっと待ってごめんなさい。これとこれが隣になっちゃった。ゆいちはたありがとう。なんていうのえー、とーべべのだのっとお肌もトークもすべすべこれでも20歳のとひなの。なのって言ってれば大丈夫だよ。そうなのお肌もトークもすべすべちょ待ってと、待って待ってってトークもすべすべちょおかしいよねほんとに。なんでバカにするのねえねえねえ。なんでそうやってさひなのことをバカにするのおかしいよね。 ねえねえおかしいよね。なんでトークもすべすべなのお肌もすべすべは許せます。トークはすべすべじゃないです。トークはウケウケにしよう。シまムちゃんと伝ってよ伝ってるですよかった。あのでこうぼいよそなんもないそうなのそうなの面白い面白い男なんじゃないの なんかダークオーラがあるらしいそうなのダークなのダークなんですかそうなのかまくらレンポンタさんチラッチラッ見に来てくれてありがとう成瀬さんハートありがとうでき優しいが何もない人です優しかったらめっちゃ良くない優しいは大事だよほんとに優しいっていうのは大事だよヒアノちゃんをヒアノちゃんだけを大切に大事大事して優しくしようねだらなるねこほんとだよほんとにじゃあ信じちゃうからねピアノは でもそうやって信じちゃうからねゆいちハッタありがとうカッチ、あいづちはで、ね、あいづち、そうだね、あいづちは大事だもんねうんうんって聞いてるのが、本当にこの人は何をしてるんだって思って、本当にね本当にね、変な人だなって思ってたのえっとカッチ、白眼鏡はどういうのなので、いじってあげてくださいわかった白眼鏡は、白眼鏡 <laughs> ウケ <laughs> るえっ、ー、と「隆子ライブ中にスポットライトが当たってアイドルが吹き出したかどうでるしょ <laughs> ってなにそれそんなことあったの最高だねそれそれ最高だねめっちゃおもろいやんでもあなたはねほんとにね私はほんとにショールームしてる時にあのなんだっけボディーソープだっけ ボディクリームの事件で本当に面白くてもうマジで大爆笑して失礼なほど笑っちゃったことがあるから本当に面白かったあれは本当にあれはねもうめっちゃもろかったおもちちゃんえっ、ー、とひやのちゃんと女子会社は話なし止まらなくなりそうね確かにヘアのちゃん一生話しちゃう女なのでひやのちゃんが一生話してもいいよーって言ってくれるゆういちはとありがとうラスカールさんこんばんは見に来てくれてありがとう えーさん、えー、りツッコミは完璧なんだけどな何ノリツッコミはってなんですかはってなんですかはって何やだわって何えっ、ー、とまあ、い,いかまあ今明るいみたいです明るくてよかった明るいのが大事だよ本当に明るいの大事大事明るくてえらいお母さん面白いオタク目指します面白いオタク目指すのじゃあ面白くなってねおもしくなってねイコル今面白くないみたいだけど面白いよ大丈夫だよ ニャンこんばんは見に来てくれてありがとう、えー、ボディーソープネター好きな本当にありがとう私は面白くて本当にもうあれで本当にもう,もう本当に嬉しくなっちゃって面白くてもう,もうすっごい面白かった本当に面白かったあれは結構結構尋常じゃないぐらい笑った結構笑い止まらなかっただからねあのを笑かせてくれてありがとう本当に えっと白眼鏡初めて白眼鏡って呼ばれた日ひな子ちゃんにあの人絶対 M ですって断言されてた死ぬ死ぬ白眼鏡ウケるかつひな子ひなので白眼鏡じりしたら白眼鏡が喜びます白眼鏡大喜ぶしちゃうの白眼鏡喜んじゃうのおまちゃん私話聞くの好き本当？じゃあへんおちゃんが一生話してるから話そう話そうウケる話そうね。 だこんばんは、見に来てくれてありがとう。なだひなのちゃんって半分アイドル半分芸人だもんね。そんなことないでしょほとんどアイドルだよ。ひなのは芸人さんじゃありません。芸人さんは面白いじゃないですか。ひなのはそういうのじゃなくて、キャピキャピ、全開、素敵なアイドルで生きているので、そんなこと言わないでください。芸人さんに失礼ですよ。わかりましたかわかりましたか 23時ぐらいになったらランキングを読もうと思います今日は縦画面というかあのなんていうのラジオなので時計が見れるのチェルメが、ね、いっぱいあじって「任せろ」「任せろ」もウケるけどあ <laughs> まーうん なんか私は平野の大好きな、平野は私の大好きなアイドル、可愛いってこと平ナノちゃんは大好きなアイドルってこと偉いね、平野ちゃんのこと大好きで。えーと、カさん、大喜利できますか <laughs> できません。<laughs> できません。平ナノさんはそんな面白い担当じゃないんです。平ナノが面白い担当だ、な、じゃないんですよ。何白眼鏡白眼鏡呼ばれてるよ。 呼ばれてるよー。なんかここまで飲まるとえらいね。沼って矢野ちゃん沼女ってことなの？みんな沼って日なのに。るみかんさんこんばんは。見に来てくれてありがとう。おもちちゃん、お風呂張ってくんでまた来ますね。おやすみなさい。ありがとうね。おもちちゃん、おやすみ。またね。また見に来てね。ありがとう。えーと高白面白可愛くて結構好きちょっと待ってね。なんでさ面白可愛くてってなんでなの？可愛くてでいいじゃん。 ね、いや可愛くてでいいじゃん可愛くて結構好きかもでいいじゃんなんでわざわざ面白いがつくんですか嬉しいよそれはね面白くない女なって言われるよりは嬉しいですけどなんでえーっと君島えお笑い担当就任したんですかねしてないなんでみんなそんなこと言うかなやのはそんなあのそんなねそんなね面白いとかじゃないんです本当に 素敵にキキキキャャピピキラキラアイドルなんですよ本当に本当にこの話もあちょっと一個今話そうと思ったことがあるんですけどこれはまだ話してはいけない状態だったので状況なのでこの話を話せるようになってから話しますねまたまた話せ話したい話があるんですけど本当にみんな失礼みんな失礼これねこ一発ギャグお願いしますなんでそんなこと言うの実際にさあれじゃない ピアノは実物でじあのなんていうの一発ギャグを知ったこともあるの,あの。ひなこと2人でご飯食べてる時とかにねあの一発ギャグをするの。でもそしたらひなこは本当に大爆笑してくるのだからピアノはあの面白いこともできるよ多分ね見せないけどみんなにみんなにそんな面白いみたいなね面白担当でられたくないので隠します。<laughs> 面白くないよもう何自分が何言ってるのかわかんなくなってきちゃったたち俺もヘアコのおトモとしての結果から関わおるなっとはなひなちゃんのことを好きになっちゃったんだえらいねだけどなってませんき言てなんで耐えようとするかななんで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 耐えるの耐えなくていいじゃんぬまったらいいじゃん 白くトークしてて楽しくなるのって結構重要だと思うよほんとじゃあさじゃあさ面白かわいくてでも嬉しいかも <laughs> 嬉しいかもちょっと何かねヒのキャッチフレーズは毎回違う一発ギャグでなんでかわいいのよしてよなんだっけひなノの今のキャッチフレーズはよさみはなんのみたいな感じでかわいくしてるのひなのはなのはかわいくしてるのちゃんとだからみんなひなのーって叫んでねだからねこさんえかっちひなのー 平野さんのこと大好きですもんねえーそうなのえらいじゃん勝ちエロいじゃん大樹リップハインありがとうの平野大樹ありがとう元気してたの久しぶりに嬉しかったねありがとうね本当に嬉しいがね。自分もひなこちゃんの相棒ってところからなのに平野ちゃんにさちゃんとさみんなさ好きになってえらいねみんないい子です平野ちゃんが褒め褒めしてあげます カズさんも自分の知り合いです。カズさんってなにカズさんってだれカッチーの話ですかですかカッチーおなんか呼ばれた呼ばれた。ヘナちゃんのヘナちゃんのヘナちゃんのこと大好きらしいじゃん。偉いじゃん。えっ、ー、と大事、だいじョールーム作り直したからビ,、えー、ビギナーマークちっていうのあそういうこと作り直したの。ありがとね、だいじ。 めえー、だから自分カッチーさんのろねこカズさんの4年までヒナのにあいにく、ね、あカズ兄のことなんだあそういうことねカッチーありがとねカズ兄の話なんだみんなヒナちゃんのヒナちゃんに会いに来てえい来ていつ聞いてくれるのヒナの待ってるよヒナちゃん待ってるよヒナのバクレスマシーンなので結構見つけちゃうし結構レスしちゃうし結構幸せにしちゃうと思うんですけどどうですか 結構だいじけんスしますよでしてていろんなアイドルをツイッターさしたり名前増えてたりなったねそうだよね,ねいろんなねアイドルさんいっぱい名前書いてるよねありがとうねでもだいじひなおちゃんのこともいつも書いてくれててかいさんしていこうかなえ来てくれるのほんとに来てくれるの今もう言ったからね部屋おちゃんはあし見つけちゃおうからね見つけちゃうからね来てくれるの来て チさんみんな行くよ。みんな来て。待ってるからね、ひなのほんとに待ってるからね。えっ、ー、と、デキもはや中学生の頃から見てると、ぬまいとかじゃないのそうなのでも好きでしょひなのこと好きやろカッチなナさん爆裂モンスター。え、ほんとにそうだよ。ほんとにそうだよ、ひなのマジで爆裂モンスターなので、マジでレスするよ。マジでレスするよ、ほんとに。嬉しいでしょ、レス来たら。だから、みんな、 みんな部屋のにレッスンされたいでしょおけえたら今日ランジになるから悩むな。えな,なんで起きれたらなの来てくれないの早く寝て早く寝て部屋に会いに来て早く寝て日向たに会いに来ていい来てくれるの知らないがムカキさん4連番確定ということで確定ということでもうみんな来て絶対来て絶対来て絶対にね。 アノが幸せにしますわただれかほ本当に初めて行ったときに喋って楽しいことだなって思ったほんとほんとにうれしい。ひやのちゃん、楽しい女さんってことなの母さん、バイトあるかわかんない。そうなのバイトあるのバイトあるの来てほしいな。来れたら来てね。で、バイト偉いね。大事なの寂しくなかったかい僕は知ったかと思って寂しいよ。 ちゃんとひなちゃんのもうひなちゃんのことを見守ってください。だき好きでそうですよひなちゃんのこと好きですよ。そうでしょう。大事爆レスなの初めて知った。そうだよひな爆レスだよマジでマジで爆レスですよ。マジで赤色貼ってくれてる人とかあのひなちゃんのことが好きだって人とかはそうマジで爆レスします。だき爆レスねえ爆レスでしょ？なんで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 そんな悩みなの？けど結構レスしてるくない？ 結構レスしてるよ。なんかえー、大丈夫？終わったらすぐ寝るえー。チケット取ってやるからバニラセールス大丈夫だよ。本当来て来て絶対来て本当に本当に待ってるからね。ちゃんと寝て何でこれ？ライディ？いつも画像送えてきますよ。よえー、待って何のね。何の画像が加れてきてるのねえ。待ってね何。何の画像？気になる。気になる。何の画像が送られてきてるの？ この前の空き巣の後ろのポジションあ隙間からの爆裂イピソシアビビッとえ本当にそうですよ私本当に反対側反対側にいる人にでもマジでレスするので本当に本当に爆裂そうなーなのでマジで赤色振ってくれてる人は本当に爆裂しますしあや矢ちゃんのって思ったら爆裂しますお母さん浜1個もん当来てね待ってるね絶対絶対絶対ね 待ってるね。見つけます。君島。なんですかその絵文字は。あなたは定期的に絵文字で会話をする系ボーイなんですか。なんですか。で顔出し配信してるの。そう普段はね顔出し配信なんですけど、ちょっと今日はもう布団から一切出てないので無い,いで来た。 何だこひなノさ,さんの矢野さんの画像が帰ってきてるのえう、ー、れしいひなちゃんの画像を見てくれてるのえらいねみんなだから名前決めてもらわなてならないかない何にしようね何しようね可愛いのにするサビっと持ってくれてたのにありがとうか持ってなかったから大丈夫かなってうん大丈夫じゃない大丈夫じゃないからちゃんとひなちゃんに構おうねでいけばクラスくれてると思うよ撮影曲オ そんなに来てないけど、なんでそんなこと言うの？撮影局はそんなに来てないとか、本当にじゃ気づいてないんだよ。本当にちゃんと爆スしてるよ。部屋の結構爆裂そうなんですよ。私、トマさん、ち。ゃ。トマさん、ヤッホー。チラチラ。ありがとう。柿。赤き。あ、赤黄色から赤赤にしてしまった。そうだよね。浮気しないでよね。浮気しないでよね。浮気しないでよね。く、ね、らちゃん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。みんなありがとう。 明日は二回しななのでみんな来てね明日は1本目が秋葉原で2本目が横浜です4月3日も来てねみんなワンマンがありますスポ o ティファイ l l ウエストです来てね大丈夫分かりました構うようにしますはい絶対にね絶対にね今もそうそのね宣言が来たのであのー、私はもう 構われるものだと思っていきますので、よろしく。皆さん浮気はしないようにしましょう。くるちゃん、えー、っと明日の秋葉原のライブ行きます、ね。本当に嬉しい。来てくれて嬉しい。待ってるね。ひなちゃんがひなちゃんがひなちゃんがいっぱいレスするので嬉しい。やっぱりどこでもドアください。ひなのも欲しい。どこでもドア欲しい。どこでも5はドアを制作してください。誰か？ 最近無線のレスはめっちゃうんのわかとてうでしょでしょレスあるでしょひなのバックレスだよだって。君日も明日早朝出発であまた早朝出発出していきます。ありがとうね。早寝してください。<laughs> 早く寝てあの寝坊しないでね。寝返してますの。ありがとうひなたんもだよ。ありがとねひなたもですわよ本当にひなたんもだよ。あということであれを読むますランキングを読むましょう。 ちょ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 。よち。いきます。十三位情報技術研さん、ありがとうございます。十二、大輝、ありがとうございます。十一、野良猫さん、ありがとうございます。注位おもちさん、ありがとうございます。わお、変わったので。え、なに?。なにこれ。危なはい、ランキングを読み直そうと思います。十三位、よいち、ありがとうございます。 12位情報技術研さんありがとうございます。11位大輝ありがとうございます。10位野良猫さんありがとうございます。9位つまっちさんありがとうございます。8位ロイヘイありがとうございます。7位なるせさんありがとうございます。6位君島。ありがとうございます。5位西君ありがとうございます。4位カッチありがとうございます。3位梅こぶちゃさんありがとうございます。 2光かるんたのともおれんおしさんありがとうございますそして1かわさんありがとうございますみんなありがとうありがとう本当にねみんなありがとうねということで明日はライブ秋葉原と横浜あるのでぜひぜひ遊びに来てください4月3日のまんまんも絶対遊びに来てほしいですということで今日もありがとうちゃんとお団から出て少しは活動できるように頑張りますおやすみなさーい また明日ねーグッバイ。